今日はケリーのうまうまを作ります。ワンコ用のちらし寿司ケーキです。パチパチパチ。今日はキリはさくらんぼの洋服着てます。美味しそう。よし、じゃあ作るかね。よし、今日はですね、3月3日がひな祭りということで、愛犬ケリーが女の子なので、ケリーにワンコ用のちらし寿司ケーキっていうのを作ってみようと思います。今年クーンって言ってる。今年初めて作ってみるので、今年もどんな感じになるのかちょっと楽しみです。では早速レシピと作り方を動画に上げてきます。見てください。今日の材料です。人参、卵、合いびき肉、スナックエンドウ、白いご飯と、あればセルクルの型とお花の型を使います。ちゃんは出来上がるのでいいと思いますね。助手です。一緒に教えますね。これ型抜いたお花のこの角、ここにまず一度切り込みを入れます。ひーちゃんちょっと待っててね。まだできないから、切り込み入れて、この切り込みに向かって少しこう斜めに、ただ型を抜いたのと、このひと手間をかけたお花、全然ちょっと可愛さが違うよね、やっぱり。なのでこれ私ちょっとまだ練習中です。まだ全然下手くそだからね、可愛さがお伝えしきれてないかもしれないけど、じゃあすべて一旦調理ができたので、もう一回お伝えしておきますね。すりおろし人参を混ぜた白いご飯と、炒めた合いびき肉、今油をね取ってます。で、いり卵、味付けなしのいり卵、型にはめていくんですけど、セルクルを持ってる方は
こういうのも100均とかでも売ってるので使ってもらえると、ケーキみたいに見立てられるのでいいです。ない方は牛乳パックとかを自分でこうホチキスでこう円に筒にして作ってもらうのも大丈夫です。そのまま型を抜いてもいいんですけど、なんかちょっとまだ卵とかお肉がボロボロ出てきそうで怖かったので、このまま置いときますね。オープンします。緊張するな、これ。綺麗に抜けますように。じゃじゃん。あ、いいじゃん。いい感じでそうになってる。あとはじゃあ飾り付けをしていきますね。出たスナップエンドウを、これをね、お花の葉っぱに見立てようと思って、今日はスナップエンドウを選んだんですけど、ここの部分をね、使いたかったんです、実は。で、あ、そうそう。この飾り切りした人参なんですけど、加熱した方がやっぱりワンちゃんも柔らかくて食べやすいので、ささっとさっきレンチンしちゃいました。なのでちょっと柔らかいです。これをね、こんな感じで葉っぱの部分、茎の部分っていうかになったら可愛いかなと思って、ちょっと今回はスナップエンドウを使ってみました。ちらし寿司ケーキ完成しました。イエーイ。じゃじゃん。美味しいね。はい、じゃあこれから食べてきます。今祭りのちらし寿司ケーキ完成しました。お花もね、可愛くできてよかったです。人参のご飯も華やかになってよかったです。じゃあきーちゃん、お待たせ。やっと食べれるね。いただきます。よいしょ。はい、よいしょ。どう？おいしい？おいしい。おいしい。これは？おいしい。はい、どうも。はい、では今回ちらし寿司ケーキ無事完成して、ケリーもパクパク食べてくれてよかったですね。大成功でした。お昼ご飯食べたばっかりだったので少ししか食べれなかったんで、まだ狙ってるね。また夕飯で食べましょう。残りはすごく簡単にできたので、皆さんもちらし寿司ケーキよかったら作ってみてください。でもね、みんなグッドボタンとチャンネル登録よろしくね。またね。じゃあ次の動画もよろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。